声優、篠原恵美さん、病気療養中に死去61歳、セーラームーン、木野誠、セーラージュピターなど。声優の篠原恵美さんが8日に死去した。61歳、所属する81プロデュースが10日、公式サイトで発表した。病気療養中だったという。同社は、弊社所属俳優篠原恵美、本名渡辺恵美子、儀齢は6年9月8日病気療養中のところ薬石効なく61歳にて永眠にいたしました。ここに生前中のお講義を陳謝し、謹んでお知らせ申し上げますと報告した。篠原さんは8月8日生まれ、長野県出身。出演作品はアニメ、カードキャプター桜クリアカード編、寒月花穂、美少女戦士セーラームーン、木野誠、セーラージュピター、バンジードリーム、富山香織、ナルト疾風伝、渦巻く品など。